みんな食事にしようかな。かちゃん。かちゃん食事にしよっか。はい、今日も美味しいの作ったよ。作りましたよ、美味しいの。今日はね、豚肉もいっぱい乗っかってる特製だよ。どうだい、どうだい。ほら、そっちのお子さんたちも来なさい、早く。はい、上陸大作戦だよ、上陸。ハムマンデー上陸大作戦のお時間だよ。ほらほら、ハムマンデーくんたち。ほら、君、のんきにそこにいないで、のんきに。大丈夫かい？匂いしないのかい？かちゃん、今日お腹空いてないのか？かちゃん。かちゃん、喉乾いたのか？お、匂い噛んだかな？匂い噛んだかな？来るかな？そろそろ。この子たちは、ついこの間生まれたんだけど、もうこんなに大きくなっちゃって。いい母ちゃんだね。優しい母ちゃんだからね。7人も育ちました。母ちゃんも食べてね、いっぱいね。母ちゃんも食べていっぱい。君たちお腹空いてないのか？どうした？今日は特別いいものいっぱい載せてるよ。いつものね、豆腐の上にチーズだけじゃなくて、人参も、豚肉も、豚汁の具材が盛りだくさんだよ。なんでそっちの隅で食べてんの？来なさい、来なさい、こっちに。母ちゃん、ほら、食べな、母ちゃんも一緒に。食べないと次の子んとち、次の子供んとこ持ってっちゃうよ。しっかり食べてね、大きくなってね。食べる子は育つよ。しっかり食べなさい。母ちゃん、そこ乗っかっちゃダメだよ、子供いるとこ。母ちゃん、子供がいるんだよ、ダメだろ、そこ乗っかっちゃ。君たちはなんでこっちにいんの？母ちゃん、俺の方にばっかり来んなよ、母ちゃん。母ちゃん。
この母ちゃんはでもね、すごく優しい母ちゃんで、やっぱ優しい母ちゃんはね、いっぱい子供を育てる。これ当たり前なんだけど、優しい母ちゃんほど子供はよく育ちます。母ちゃんもでもちょっと前まではこの子たちと一緒ぐらいだったんだよな。早いね、母ちゃん大きくなるのが。で、その下にもね、実はね、この母ちゃんがまた子育てた子供が結構大きいんですよ、こっちよ。またこっちの子はこっちの子で結構大きくなってきたけど、あれ、君の子はどこに行った？寝てんのかな。ちょっと覗いてみよっか。じゃあもう一回下の階に行って、母ちゃん、子供見せてくれる？子供、子供どうした？もじょ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 、子供どこ行ったかな。母ちゃん見せてよ、子供。母ちゃんとこの子供はどうなった？おりました、おりました。ほら、お子さん、お子さん、こっちおいで。お子さん、ちょっと来て見してよ。次飯だからね、君たちもね、君たちにも飯あげるからね。こっちはね、子供がお二人のお母さんです。お二人のお子様でもいいよね。ちょっとちっちゃいね、一人ね、ちっちゃいちっちゃい、でもいいよ。子供はね、二人でもいないよりは全然いい。君もしっかり食べてね。みんなもそのうちお父さんお母さんになるんだよ。みんなお腹いっぱいになっちゃったね。口もいっぱい入ってるみたいだし、みんなほら口が大きくなっちゃって、いっぱい入りました、ご飯。はい、じゃあ次の下のお子さんのとこに持ってっちゃう。母ちゃんいいのか、もうお前食わないの？喉かいた？じゃあ後で飲ませっから待ってろ。それで一つ裏技を教えます。こういう他の人たちが食べたところ、これを、これね、あのハムスターのお皿っていうのは、あの使い捨てがベストです。やっぱりね、雑菌が溜まって繁殖してきちゃうんで。それでお豆腐のね、このお豆腐の容器、使ったお豆腐のね、入ってた容器のこの底の部分をカットして、これをお皿の受けにして、下は厚めの台紙を置いています。これもね、奴隷募集紙でいいんだけどね、奴隷募集紙を重ねて。それで、切れ目を入れとくとね、これこうやって汚れるでしょ、周りが。ここをね、簡単に取れるんですよ、これ。ペリペリペリと切れ目の入れ方が悪いから、いつも綺麗に取れないんだけど。で、こうすることで、
次のハムスターの皆さんが気持ちよくまたご飯が食べられるという。ね、口が綺麗になったでしょ。ここ残ってる。口を取ってしまう。そうするとまた、なんだっけ、こういうの。千羽吉兆だっけ、このやり方。ね。あの、千羽吉兆のやり方で、こう、綺麗にしました。はい、千羽吉兆のご飯、今行きますよ。どうですか？ちょっと待ってね。お皿、置くところがないかな。ちょっとね、上の皆さんちょっとどいてくれる？ちょっとね、上の皆さんいらっしゃるともう、全然。母ちゃんダメだ、出てきちゃう。ほら、母ちゃん。ダメだよ、母ちゃん。ほら。母ちゃん、ほら、待ってろ、ほら、母ちゃん、ほら。後で飲むのやるから。はい、皆さん、お子さんたち、皆さん、お待たせして、お待たせ。君たちもご飯だよ。はい、どうぞ。お腹すいたでしょ、みんな。母ちゃん、ダメだって、ほら、待ってろって、後で。ほらほら、小僧。小僧、ほら、こっちだよ、小僧。いい感じだね、みんな食べるね。いい感じに食べますね。いい感じに食べますね。ハンサムだね、あんたね。そっちの方はない。ハンサムじゃないか。お姉さんか。随分端正な顔立ちしてますね。そっちのちっちゃい子もね、そのうち大きくなったらもっと顔も良くなってくるよ。お母さんいい顔してるからね、ここは。やっぱハムスターはね、みんな一見似てるよ、同じようなんだけど、みんなね、顔がちょっとずつ違います。いいね、いいね、食べっぷりいいね。おい、母ちゃん、ダメだ、抜け出しちゃ、母ちゃん。母ちゃん、抜け出しちゃあかんって。こっちにおれ。もうみんな食べてほら、寝ちゃってるよ、お腹いっぱいになって。ちっちゃいけど君よう頑張って食べるね。口も目いっぱいもういっぱいに膨らまして、えらいね、えらいえらい。しかし今回ボリュームいっぱい作りすぎたらなかなか減らないな、子供たちだけじゃ。後でね、大人の皆さんがきれいに平らげ
耐え上げてくれるから大丈夫ですけどね。てなわけで、お子さんのお食事風景でした。あと、子供がいるところもう一箇所あるんだけど、ちょっと長回しになっちゃったからそれはまた別に。もうちょっと見るかい？顔がいいね、君ね。顔がいいハムスターです、この子は。まあ、向こうのね、ちっちゃい方もちっちゃい方でまたいいんだけどね。ハムスター結構みんなお蕎麦好きだね、やっぱりね。炭水化物好きなんだね、みんなね。まあ、チーズとか、お豆腐ばっかりじゃ、物足りないもんね。さあ、みんなお腹いっぱいになったか？お腹いっぱいになりましたか？じゃあぐっすり寝てね。はい、それじゃあおやすみなさい。それじゃあ。